訪問営業の極意、ノウハウ、キャプチャー1、モチベーションの管理方法。それでは、訪問営業の、ま、ノウハウを紹介していくわけですが、えっ、ー、と、まず、具体的な営業手法にあの入る前にですね、一番大事な モチベーションの管理方法っていうのをお話ししていきたいと思います。まあなぜこのモチベーション管理っていうのが大事になってくるのかっていうところなんですけども、営業という仕事はどんな業種にかかわらずですね、まあ契約を取るというのが一番の仕事になってくるんですけども、これは要は毎月数字を <laughs> 追いかけて営業活動に出かけていくわけですが、まあ、月をまたぐと当然その数字っていうのはまたゼロになってまた1から数字を積み重ねていく、まあ、この作業をどんどん繰り返していくっていう仕事なんですねで当然あのモチベーションっていうのが下がってしまうと営業活動に出ていくのが足が重くなってしまうというふうになってしまうと当然数字にも結びつきません どんなに優秀な営業トークができたとしても営業活動現場にですねあの出なければ当然数字にはつながっていきませんのでこのモチベーションを一定に保つっていうのが非常に重要になってきますでよくありがちなのがですね、まあ、当然どんな優秀な営業マンでもスランプというのは必ずやってきますその時にですねまあ言っても今日も取れないだろうとか 今日も断られるのかなとかっていう風にマイナス思考になってしまうともうその営業活動に行くこと自体が苦痛になってしまって結果現場にも出ないので数字にもつながらないという悪循環になっていってしまいがちなんですねではどういう風にやるとモチベーションっていうのを一定に保って営業活動に出ていけるのかっていうところなんですけども これが僕は実際に現場でやっていた自分のモチベーションのコントロール方法なんですけども、まあ、自分のことを営業活動中はですねもうロボットだというふうに言い聞かせることを始めました、まあ、ロボットというと当然人間ではないので感情というものがありませんなので、まあ、どんなに断られたとしても別に ショックを受けることもないですし、まあ、逆に契約が取れたかと言って、取れたからといって、まあ、テンションが上がることもないですし、もう喜怒哀楽っていうのを消すというふうに自分に言い聞かせて、日々の営業活動に出かけていました。まあ、最初のうちは、やはりあのその辺が難しいので、まあ、きつい断られ方をしたりすると、凹む不意味っていうのもありましたけども、 まあ実際にそれを毎日毎日自分のことを自分はピンポン押しロボットだというふうに言い聞かせて営業活動をやっていくうちにだんだんそれが無意識にできるようになってきて、まあ、ピンポン押して話をするこの一定の流れっていうのを無意識にできるようになってきますのでそうなると特にまあ断られても何も感じないですし まあ、こう、自分のモチベーションっていうのを一定に保って、営業活動をすることができるので、まあ、活動量が落ちるっていうのは、なくなってくるかなと思います。で、ある程度、一定にですね、モチベーションを保って、営業活動を日々同じことなんですけども、繰り返していくうちにですね、まあ、スランプの方も脱出して、いい方向に、あの、営業活動の方が進んでいくと、 ということがありま,したのでまず営業活動営業トークの前にですねまず自分のモチベーションっていうのをいかに一定に保っていけるかっていうのを練習することを意識して日々の活動に取り組むのが一番大事かなと思います。